はい、では。はい、僕たちのグループは音楽を通して、八尾市を盛り上げようということで、ハッピーミュージック八尾、マーチコで2018ということで、授業提案をさせていただきます。よろしくお願いします。現在の、八尾市として、まず八尾市の置かれている、現状についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。冒頭にですね、若者会議開催にあたって、の背景にもありましたように、現在八尾市はどんどんと、人口が減っているということになりまして、グラフを見ていただけたらと思うんですが、年齢の割合的には高齢者の方が多いということで、若者が少ない傾向にあります。それがどん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 、年々減っていってまして、逆壺型という壺型になって、いっております。で、そんな今後の八尾市を盛り上げるための、若者たちが、どんどんと減ってしまって、減っていってしまっているのと、あとは、今後も八尾に住みたい、住み続けたいという意識が、年々減少しているので、その問題を僕たちは、打破するために、このような、授業を考えていくにあたって、八尾の魅力ですね、こういった人情あふれる商店が並ぶ街であったりとか、吹奏楽の街であったりとか、清水翔太が生まれた街という音楽の要素を盛り込んで、あとは、こういった商店街の活性法などですね、を盛り込んで、育む場の創出としまして、先ほど申し上げたようにマーチングフェスを開催したいと思います。で、マーチングフェスを通して、市民の方には、今後も、八尾市に住み続けたいということで、心に残る楽しい思い出を育んで、ふるさとの愛を育んでいけたらと思ってます。市外の方には、そのフェスに参加していただいて、楽しい思い出、を心に焼き付けて、八尾市のイメージを変えて、八尾の魅力を育んでいけたらと思っております。で、今後このフェスを通してどんどん八尾市に、住み続けたいという気持ちを持っていただけたらと思ってます。続いて、ふるさと愛を育む事業提案について説明させていただきます。商店街のマーチングパレードなんですが、平成30年の10月のハロウィンイベントを予定しております。場所は近鉄八尾周辺の商店街で、八尾市内の幼稚園、小学校、中学校の子どもたちに演奏 してもらう予定です。子どもたちがマーチングパレードに参加することで、ふるさとの八尾で楽しい思い出が作れる、あと商店街の人たちの温かみ、人情を知ってもらうことができます。ふるさと愛を育んでもらうことで、定住意識の向上を目指します。で、実際のパレードですが、八尾小学校を、待機場所等を使って、北本町中央通りを、パレードしてもらう予定です。八尾の魅力を育む、失礼しました。八尾の魅力を育むということで、事業提案としましては、先ほどは商店街の方を使っていたんですけども、場所は旧法事局地を使わせてもらいます。日の方も先ほどは11月28日とさせていただいたんですけども、11月3日文化の日を使用して、対象者は若者、10代から20代の若者にさせていただきます。で、対象者を若者にしている理由なんですけども、マーチングパレードフェスに若者に参加してもらうことによって、左下の方ですね、書いているんですけども、八尾に来ることで文化、特色を知る、イベント会場で八尾の取り組みを知る、八尾の魅力を知ってもらう、フェスを楽しむということによって、若者が八尾に住みたいと思うきっかけになればと思っています。またこちらの方ですね、先ほど商店街の方は、審査等はなかったんですけども、こちらは高校生と一般を募集しまして、一般の方に、予選をさせていただきます。で、マーチングパレードの本戦では高校、一般ともに、コンテスト形式にして、優勝者には清水翔太さんをお呼びして、一緒に共演ライブをするというふうに提案させてもらいます。で、場所ですね、
マーチングパレードは、旧法事特使したことのある方なら分かると思うんですけども、大きな橋がございまして、で、マーチングパレードはそちらを渡るように、すると思います。で、出演者の待機場所は、既存の施設等を使って、待機してもらうようにします。清水翔さんライブエリアなんですけども、競技場があると思うんですけども、そちらの方にステージを立てて、ライブをさせてもらいます。で、ああいったスペース等を、ヤオの魅力を知ってもらうために様々な店、お店を出していただいて、出店エリアとし、右上の方に書いてると思うんですけども、工場 DIY ものづくりエリア等も使って、ものづくりが多いヤオ市の魅力を知ってもらったり、またヤオの OT、こちらの OTS 会議の、他の提案等をこちらで PR してもらうというのもあるかなと思います。こちらの方ですね、私どもの方で、勝手に清水翔太さんのセットリストの方を組ませてもらいました。で、真ん中の方を見てもらうと分かると思うんですけども、カーチ温度のロックバージョンを入れてもらったりと、そうですね、プロデュースの方が本間さんになってるんですけども、こちらの方は八尾出身のプロデューサーさんになってます。事業スケジュールとしましては、2017年度の、最初の方に実行委員の作成を、実行委員の規約作成をして、実行委員の発足で、そちらの方でもう初段階の方で、出店者の方の調整等をしていきます。で、出店募集等をして、広報活動を進めつつ、マーチングパレードの予選を2018年に入った時点等で、させていただきます。で、10月11月に開催となります。収支計画ですけど、収入と支出で合わせて、合計でプラスになってしまうんですけども、そのプラスになった分はイベント終了後、収支残高を、若者の就労支援機関、子育て支援機関へ寄付することを検討しています。また収入の方ですね、ライブの清水翔太さんとライブする時のライブに、チケットの方を、発売しまして、ライブチケット売上等で、大きく稼いで、支出の方で大きいのは、ライブの設営と、出演者の方の出演者の、依頼料等で、大きくなります。はい、最後締めとしまして、今回音楽ということなので、音楽の力を借りて、今後の、ふるさと愛、あと八尾の魅力を育んでいき、どんどん八尾を盛り上げれたらなと思ってます。で、ゆくゆくは、音楽ということもありますので、市民とあと行政のこと、一人一人がですね、演奏者となって、八尾市を盛り上げるために情報を発信、奏でるという形で、やっていけたらいいのかなと思っております。では、僕たちは、発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。